おはようゴンザレス、パラレルです。さあ今日はエポックの広島カープスター&レジェンズ2017を開けたいと思います。まず現役だと野村祐介投手に、あと田中康介内野手、あと菊池涼介内野手あたりが出ればいいと思ってます。で OB はですね、山本浩二さん、あと前田智則さん、そして夏豊さんを狙っていきたいと思います。はい、じゃあ開けます。直筆サインカードが1枚から2枚出るというセットものになってますね。セットもの、はいはい、こんな感じです。じゃあまず上のやつから開けましょうね。レギュラーカードも入ってるんで、ちょっと強めを引きたいなと思っております。あ、最初は中崎投手ですね。はい、レギュラーカードです。厚みがありますね、このカードは。はい。で、あ、山根投手ですね。はい。ヘーゲンズですね。はい。で、直筆ですね、どうやら。赤白になってます。あ、金石さん。はい、金石さんが当たりました。10枚限定ですよ。はい。で、次ですね。2ボックス目です。はい。ここに多分現役選手入ってると思うんですがね、金石さんが出たんで、はい、じゃん、はい、小野村健次郎さんですね。はい、ペーニャ、あらら。で、パラレル版は池谷さんですね。はい、で直筆いきましょうか。直筆はこちらです。あ、高橋光也投手ですね。ルーキーですね。はい、37枚限定です。うん、なるほど、将来が楽しみなルーキーさん引きました。はい、以上になります。ありがとうございました。